はい、ウェーブラボ講座第4回目。今回はマスターセクションについて解説していきます。ウェーブラボでプラグインを使用し、音質や音圧の調整を行っていく場合、まず基本となるのがこのマスターセクションです。マスターセクションはウェーブラボで開いているすべてのファイルが通る最終の出口となりますので、単独の曲のマスタリングや複数のファイルに全く同じ処理を行う場合などに使用します。 マスターセクションはいくつかのペインと呼ばれるセクションで構成されていて、上から順に信号が流れていく形となっています。まずは最上段のエフェクトのペインから見ていきましょう。エフェクトペインはこのように現状2つのスロットが見えていますが、追加することで最大12個のスロットにプラグインエフェクトをインサートすることができます。エフェクトをインサートするには、空白のスロットの部分をクリックし、リストから選んでいきます。今回はこのように2つのエフェクトを適用してみましょう。 エフェクトをインサートすると、別ウィンドウでエフェクトの設定ウィンドウが表示され、こちらで細かな設定を行っていきます。各スロットにはさまざまな機能が搭載されています。一番左のボタンはチャンネル設定です。このエフェクトをステレオ処理とするのか、MS 処理とするのか、あるいは単独のチャンネルに適用していくのかといった選択ができます。その隣のボタンはモニタリングポイントというもので、こちらをオンにすると、レベルメーターやオシロスコープといったメーター類が、 そのエフェクト直後の信号を元に値を表示するようになります。なお、サウンド自体は変化しませんのでご注意ください。右側に映って S マークのボタンはそのエフェクトのソローその隣のボタンはエフェクトのバイパスを行うことができます。また、スロット上の緑色のボタンでは、すべてのエフェクトを一括してバイパスするということもできます。エフェクトの後段にあるのがリサプリングペインです。 ここではサンプリングレートを変更してモニターすることを可能とします。元のファイルのサンプリングレートはこちらに表示されている通り 48kHz ですが、今回これを 44.1kHz に変更してモニターしてみましょう。リサンプリングペインの右上のスイッチをオンにします。これで再生するとオーディオインターフェースも追従して、44.1kHz の出力となったはずです。なお、こちらにもモニタリングポイントが用意されています。 次のペインはマスターレベルです。その名前の通り最終的なマスターレベルを決めるフェーダーですが、通常のマスタリング時は0のままとしておいてよいでしょう。下のボタン類では左からモニターするチャンネルの選択、左右フェーダーのリンクの解除、トゥルーピーク検出のオンオフ、フェーダーのロックなどを行うことができます。マスターレベルの後段、いわゆるポストフェーダーにも、 エフェクトをインサートできる最終段エフェクトディザリングというペインがあります。ただし、こちらに適用できるのは2つまでで、選択できるものもリミッターやディザなどに限定されます。ここまでがレンダリング、書き出しの際に適用される内容となります。その下のプレイバック処理では、エンコーダーチェッカーを用いて、MP3 や AAC に変換する際の音質変化をチェックすることができます。エンコーダーチェッカーをインサートすると、このような画面が表示されます。 S、1から3の2位のスロットから例えばファクトリープレセットから iTunes プラス AAC を選択してみましょうこの状態で再生するとエンコードされたサウンドが再生されます元のサウンドをクリックするとエンコード前のサウンドが再生されます再びエンコード後のサウンドに戻してスペクトロメーターを見てみましょう赤い線でエンコード後のサウンド緑の線でエンコード前のサウンドが表示されています 最後のスピーカー構成は、オーディオ接続設定で複数のスピーカー構成を設定している場合、それらを切り替えることができるというものです。各ペインについては以上となりますが、ここで一番上に戻り、マスターセクション全体のコントロールについても見ておきましょう。左のスイッチはマスターセクション処理全体のオンオフスイッチとなり、赤い状態にしておくと、最終段エフェクト、ディザリングまでの処理が全てオフとなります。名称未設定と書かれている部分をクリックすると、 現在の設定を、を名前を付けて保存すす。ることができますプリセットは PC のフォルダ内にファイルとして保存されるためいつでもまた読み込むことができます。こちらにマスターセクションのリセットというボタンがありますので一旦リセットしてもう一度読み込んでみましょう。はいこの状態からプリセットの読み込みを選択します。そしてファイルを選択しオプションを確認して OK とすれば先ほどの状態が再現されます。 その隣にあるのがスマートバイパスと呼ばれる機能です。こちらをクリックするとポップアップが表示され、マスターセクションを通る前の元のオーディオや処理後のオーディオを切り替えられるほか、処理オーディオプラスレベル補正では、音圧を上げた場合、その分を補正してモニターするということができます。一度それぞれ聞いてみましょう。まず処理後のオーディオから。元のオーディオ。 そして処理オオーディプラスレベル補正、はい、このような感じで純粋に音質変化のみを比較したい場合に便利ですね。なおもしこのレベル補正のデシベルの数値が0になっている場合は一度再生した後にこの原因を更新というボタンをクリックしてください。こうすることで正しいレベルでモニターをすることができます。さてマスターセクションのさまざまな機能を駆使してマスタリングを行ったら。 こちらの実行ボタンをクリックしてレンダリングを行います。ファイル名や保存場所、形式などを選択したら、開始をクリックしましょう。するとレンダリングが開始され、はい、このようにレンダリングされたファイルが開かれました。以上、マスターセクションだけでも非常に多機能なウェーブラボですが、次回は CD アルバムなど複数曲を同時にマスタリングしていく際の機能について解説していきます。どうぞお楽しみに。 ご視聴ありがとうございました。